たくねえなら言わなくてもいいべ。なんだ。俺っちバカだからよくわかんねえけど、何聞いても変わんねえっつうなら聞く必要ねえじゃねえか。隠し事の一つや二つあっても相棒は相棒よ。隠してること無理やり話させんのがダチか。話したくなるまで待ってやる。それがダチってやつじゃねえか。何をぼーっとしているのだよ。こちらは本気なのだ。もっと必死に守れ。俺のシュートレンジはそんな手前ではないのだよ。ああ、怪しいもんじゃないんだ。私は。ニパー。さて、何でしょうね。それが分かれば解決したも同然ですが。試しにこういうのはどうです？鈴宮さんを後ろから突然抱きしめて、耳元で。あら？こちらの世界は面倒なものだな。絶やしたくなる。タランカ、そろそろ巡回が来るぞ。サツなんてちょっと握らすときゃいいでしょ。おかげで稼ぎが違うんだろうが。バンドさん、俺稼いだら車買うんです。耳元で言うからちゃんと聞いとけよ。俺はお前が好きだ。お前にもっと外の世界を見てほしいから、俺と一緒にいてほしい。すり寄ってきても俺はお前たちの相手はできない。お前らに食わせてやるものもない。もっと自分のことを大切にしろ。俺の肉は猛毒だ。そして僕は今君の刀にも挟み込んだ。君の刃を二度と受けることはない。僕は君の刀も技ももはや飽きるほどに見ている。この仮面をいただいた時に、魔法騎士に誘っていただいた時に、あれから11年、その気持ちは全く変わっていません。だから私は魔法騎士団団長の地位にまで上り詰め、最強の団を作ることが魔法帝になったユリウス様への恩返し。幾重にも旅と航海を重ね、世界の7つの海を冒険し、7つのダンジョンを攻略して自らの国を打ち立てた男、7人の陣の主、7回の覇王、それがシンドバット。英国紳士たるもの、そうでなくては。ややスマートさに欠けますが、頭を破壊するだけだ。こちらの方が早そうですね。お前今頭狙ったな。打ち所が悪けりゃ死んじまうって分かってるよな。分かっててやったってことは殺す気だったってことだよな。じゃあ何をされても文句はねえよな。総員突撃。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。エレンなくして人類がこの地上に生息できる将来など永遠に訪れない。エレンを奪い返し即帰還するぞ。信号を捧げよう。翔太郎、やかましい。鬱陶しいぞこのアーマー。やかましい。鬱陶しいぞ。